ま例えば高齢の社員あと何年いればいいっていう人と若手の間でテレビ局でもものすごい今対立してるわけですこんなバカなことやったら打ち潰れるぞと若いのは思ってるわけですところが上の人たちっていうのはもうあと数年で終わりだったりいつでも早期退職でやめられるからそれだったら自分の好きなことやりたいわけですで学生運動時代のあのにまた火がついちゃったような報道やったりするわけですよ。 かすれいやもともとだってテレビ局っていうのはマスコミの中でかつて学生運動がありましたよね、はい、学生運動があった時代に、えー、まともなな企業に活動家たたちが入れなかったんです、えー、この受け皿になったのが実はマスコミだったんです。うんうん、でこれは歴史があってウォーギルド・インフォメーション・プログラムって GHQ の戦後支配プログラム日本の。えー この時にプレスコードとか記者クラブとかあの一つの体制が生まれたんですそれが今の体制なんです、うん、メディアの当時新聞がやはり一番強かった、うん、でテレビというのはある意味、まあ、芸能界と表裏一体であったりという部分あと工業でしかないので、うん、新聞よりも下にあったわけです地位的に最初は、はいうん、新聞がやはり上で下にテレビがあった。 で学生運動でまともな企業に就職できなかった人たち、まあ、言論の自由だとか GHQ のウォーギルド・インフォメーション・プログラム日本を再び戦争に向かわせない反戦プログラムですよねであったり日本が再び強くならなくなるように国力低下プログラムがこれウォーギルド・インフォメーション・プログラムなんですよ新聞検閲をはじめとして。ええ、このの土壌があったので、うん そこにいわゆる学生運動の学生たちが大量に入ってったんですよ。うん、でまともな比較的まともな人たちは新聞に、うん、そしてより一層レベルの低い人たちが新聞紙に落ちるとテレビ局に行ってた昔。うん、なのでそういう人たちが作っていただから芸能界っていうのはある意味芸能界というのは決して、えー、高学歴な教師じゃないですよね。うん 学歴というよりも芸で食べる業種。はい、それに対して行動というのは、うん、ある意味知識、うん、大量の膨大な知識であったりとか基礎的学力が必要ですよね。うん、基本的に解説しようと思うと、はい、このいなるものがですねくっついてるのがテレビ局なんですよ。うんうん、でこの構造体が今まで許されてきたわけですが、うん、ところが許されなくなっちゃったと。うん、でしまいには新聞が下に落ちて。うん 三景が,があってフジテレビができたはずなのに今富士三景グループで富士が上にあって三景なんてもう一部分の端っこの端っこの端っこのになっちゃってますからですよね。でこの構造体が逆転したんだけど結局そ,のそれ自身がもう何て言うんだろう役割を終えちゃってるんですよね。 でまあ、実際、今テレビ局新聞社にしてもその不動産業がメインだという話じゃないですかだから、そっちの不動産自体は不動産自体というかまあ自体になるのはおかしいんですけど不動産のビジネスは顕著、ね、いや私、いつも言ってるんですけど朝日新聞とか新聞社あの不動産管理会社になって社員全部クビにしたらすっごいいい会社になります。<laughs> 管理に必要な社員だけで、ええ、資産たくさんありますから,、ええ、だから今ボランティアで新聞出してるみたいな感じなんですかねとかまあ赤字を赤字を足したりして新聞出してますよね、ええ、それもまあ実際朝日だけじゃなくて、まあ、もちろん何なんならもう産経の方がやばかったりするじゃないですか、うん、まあそれもしょうがない時代まあだからいらないんでしょうね、うん、社会からいらないとされれば到達されると。ええ いうことでただね。うん、あのテレビ局も実はテレビ局も不動産って言うけど。まあ、アニメのコンテンツなんか売ってね。はい、そして、えー、アニメとジョイントでイベントやったりしますよね？はい、この収入とテレビ局自身が不動産屋の構図なんです。うんうん、枠ってあるでしょ。1時間枠30分枠、はいえー、枠を。 他の制作会社とかに売っっちゃってるん例えばこの時間帯の1時間枠は1本100万円で、えー、例えば多く制作会社に売ると、はい、制作会社はテレビ局に100万円払うと同時に、えー、自分でスポンサーを見つけてきて、うん、自分で番組を作ってその枠にはめ込むんですよ。と,テレビ局としては制作費ゼロ、えー、こちら側は、えー、スポンサーが例えば500万のスポンサー 見でもてて、ねうん、原価300万じゃないですか、えー、代理店200万円の儲けと制作、はい、会社、はい、こういう構造体で今あの全パケ納品ってもうパッケージごと納品する携帯がすごく増えてる、はい、でこれからどんどん増えていくでしょう、はい、その典型があの「鬼滅」ですよ。はい 決めつってあれあの制作委員会方式って普通はテレビ局があの、はい、制作あの著作に入るんですが、うん、入ってないんですよね、うん、あれあの出版社と作家と、はい、あとアニフレックスっていうソニーの子会社が、うん、これ枠を買っていて番組のずっと、うん、自分たちでスポンサーまでくっつけてぶち込んでるんで、うん、あれ売れても売れなくてもテレビ局って全然儲からない。うん だからそっちの枠を売るビジネスっていうのはまさにこうテナントというか不動産その電波不動産って言ってる。そっちのだからリアルなリアルエステートの不動産があれば <laughs>、えー、枠売りの不動産もある。えー、なるほどなるほど。うん、そっちも不動産化していると。うん、あそれは面白いですね。自社で作れない、えー、もちろん視聴率が下がってるんでその電波の枠も値下げされてる下げるくなっているけれども。えー 結局他社に売る話で自分のところでコストかけなければ中抜きビジネスですから、ええ、社員をクビにしていけば潰れない、ええええ、で今どんどんリストラやってるし、ええええ、どんどんリストラやってるし優秀な社員はみんなネットフリックス年収5,000万とかでガンガン引き抜かれてるんで、ええはい、プロデューサーとかね、うん、そうなってくると残ってるのはクズしかいなくなってくるわけですも リストラ型倒産優秀な人材から先に辞めてっちゃうね。えー、行き場があるから引き抜かれるから、うんうん、残るのはほかに行けない人たちなのそっかで優秀な人材がどんどんそっちのネットフリックスとか,か最近 YouTubeYouTube you 番組でもしっかりとしたところはなんかディレクターとかもちゃんとつけててテレビ局の制作会社が作ってんだもん、えー、だからもう クオリティもほぼ変わらず何なら面白いですしそっちの方がっていう,うでクオリティ変わんね作って、ねええ、<laughs> <laughs> そもそも <laughs> 出演者が違うだけではい、はい、ただねあのテレビ局の人間が単純に、えええー、YouTube みたいな世界テレビ局自身が巨大資本の、ええ、入ってきても持ちません、うん、なぜかというとビジネスモデルが違うから、うん、まあ DHC チャンネルは別ですけども、はい、基本的にユース YouTube ってペーパービューなんですよ。何ビューあ、はい、ペーパービューっていうかビュー数によるビジネスなんです、す、ええ、どれだけ見てもらったかによって課金でチャリンチャリンお金が入ってくるモデルですよね。テレビ局っていうのは先に予算ありきのモデルで、うん、面白くても面白くなくても予算があるので成立するモデルなんですよ。で予算があるので成立してたモデルを YouTube に持ってきたところで魅力がないんですよ。うんうん 結局ですねこれとあの本の中でも言いましたけどこれと同じことが起きたのが、えー、選挙特番で、ええ、ネットだけで見た場合ですよ、うん、須田さんの個人でやってる選挙特番の方が、うん、テレビ局のあいわゆるサイマル放送、うん、テレビで流してるものをネットで流すものの10倍以上の視聴者がいたっていうことですよ。うん、ってことはどれだけ見られないかってことで、うん、同じプラットフォームに並んじゃったら負けるってことなんです。うん YouTube ってまあだから予算ないので、ええ、最初から売れなきゃ一銭にもならないので、はいまあ、もちろん須田さんとしても必死でやるでしょうしそう <laughs> ってなったらまあ勝負は見えてますねそこ結局テレビ局はテレビ局でそのネットにシフトしようとしても、ええ、ネットとの垣根っていうのはかなりあってネットにはもうすでに先住民がいるわけですよ。はい で新たに来たところで、うん、さて開拓できるのかと、うん、いうことを考えるとかかななり厳ししいいとがですねただしメディアがなくなるわけではなくて今のテレビ局新聞社例えば我々がこう何かをツイート等でも、うん、ツイッター等でも発信するんですが、うん、これには取材者は絶対に必要なんですよ取材する人、はい、元がニュースは。はい だから通信社とかそういう形に今後変わってかざ、うん、るを得ないローコストでできる通信社形態に変わるんじゃないかなと思いますけど。うん、なるほど、はい、ということでなんかこれだけで1本3本話しちゃいましたけどよかったですか全然全然全然いやむしろ渡辺さんにはこのメディアの話を、ねはい、ぜひしていただきたかったんで <laughs>、はいまあ、本当はあの岸田政権の話ともお聞きしたかったんですが <laughs> もう1本サービスで取ろうか。あ本当でですすか、はい、大丈夫ですじゃあ,時間あれば次の、はい 動画では <laughs> 岸田政権についてお伺いしたいと思います、はい、ありがとうございました